それでは最後よかったら聞いてもらえると嬉しいです。ミュージックビデオも一昨日出させていただいたので、よかったらビジョンストーリーエターナルと調べてもらえると嬉しいです。お願いいたします。雨降る帰り道、一人立ちすくむ君を見かけたんだけど、まるでその表情は行き場をなくした、猫のようだった。汚れたスカートにタバコの火傷の跡、今にも倒れそうな細い体。どうしても僕はそんな君無視できずに、気づくとその手掴んでた。これから君が歩むストーリーが、幸せな日々でありますように。たとえ先の見えない今日が終わったとしても、いつまでも僕が守るから、泣いていいんだよ。ありがとうございます。ぜひよかったら、これ終わった後にでも音楽アプリとかでビジョンストーリーエターナルと英語で調べてもらえると嬉しいです。すんりと涙がこぼれる音がした。苦しい助けてと聞こえてきた。弱った心に僕が傘さすから、一人にさせない。何十年何百年何千年たとうと、君が見る明日に光を照らすよ。僕が必ず笑顔にするから、この手を握っていてほしい。これから君が歩むストーリーが、幸せな日々でありますように。たとえ先の見えない明日があなたとしても、未来は僕が守るから。初めて誰かのために強くなりたい、そう思えたんだ。ああ僕の前ではわがままになってほしくて好きだから、これから君を歩むストーリーが、幸せな日々でありますように。たとえ先の見えない今日が終わったとしても、いつまでも僕が守るから。これから君が歩むストーリーが、幸せな日々でありますように。君が見る空に僕が虹をかけてくよ。永遠の愛で君を守る。 Yeah 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 Yeah。寒い中泊まって聞いていただいてありがとうございます。もしよろしければ、一昨日ミュージックビデオを YouTube に公開したので、もしよかったら見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。